あら、お休みに。ゆかりさん、今回は粗品の一員として来るので、粗品のサッカーっていうのを普段画面越しで見てる人たちに、まあ、生で見てもらえる素晴らしい機会だと思うので、まあ、いつものように僕たちがいつもやっている何て言うんでしょうか、まあ、美しいサッカーじゃないですけど、見れて楽しいサッカーを僕たちはしてると思うので、そういったものを日本の皆さんに感じてもらえたらいいなと思っています。あ、アベマ TV の解説の菅原と申します。はじめまして。すごい喋りがいつも達者なので、ちょっとろれつが回ってない部分があるんですけど、やっぱ時差ボケって感じられてますか？時差ボケもそうですけど、まあ、ちょっと久しぶりの日本っていうので興奮したのではなかったっていうのもあるかもしれないですね。まだ若いっすね。はい、若いっすね。以上です。ありがとうございます。失礼いたします。入り遅いって。待ってるから。スペイン時間これが。え？10分後に出てるから。ちょっと、何この格好。移動機。いや、海外の人に受けいいかなと思って。ソーリーサスケ。いや、読まないよ。読まないよ。兄さん、そんな服着たことないじゃん。読まないよ。これは、これは。正解を。
今そう
Thank you.